ママと結婚して本当に良かった。そしてこれからもずっと。言葉に出さなきゃ伝わらないこともあると思うので、言った方がいいのかなってちょっと改めて思いました。あなたへ。あなたにはまだ話をしていませんが、最近娘から結婚の相談を受けました。なんてアドバイスをしようかと昔を思い出してみました。私が恋に恋をしていた頃、どんな夢を描いていたのだろうって思い出すのは、あなたの顔、子供たちの顔、この30年間のあなたとの暮らし、たわいのないことで笑ってきました。喧嘩もしました。悲しいこと、辛いことをあなたや子供たちと乗り越えてきました。子育ては
本当に試行錯誤で大変でした。現実の暮らしが先走り、思い出すことができません。結婚した時の約束は、何でも二人で相談して決めようでしたね。本当にあなたは何でも相談してくれました。多くのやり取りがあり、あなたの気持ちと考えを知り、今ではお互いに理解し合えるようになったと思っています。でも何でも良いことばかりではなく、たまには喧嘩になりました。そのうちに小さなことは聞き流し、我慢できないことは間を置いて、お互い冷静になってから話し合うことを覚えました。だから大喧嘩にはならず、なんで喧嘩していたのか思い出せません。毎日あなたを見てきました。少しずつ大きくなるあなたのお腹を見慣れ、ガリガリに痩せていたあの頃のあなたを忘れてしまいました。私は変わっていないつもりだったのに、お互いだいぶ容姿が変わりましたね。こんなに忘れっぽくなった私だけど、あなたに出会った頃のあの気持ちはまだ覚えています。あの頃のときめきは遠のいてしまいましたが、あなたには私しかいないという自信はどっしり居座りました。先日あなたが何気なく言った言葉、お前を幸せにするって言ったのに俺が幸せだったな、なんて嬉しい言葉だったでしょう。私だって幸せでしたよ。この時娘に話す言葉が見つかりました。あなたが幸せにしたい人を選びなさい。あなたに出会えてよかった。これからもあなたを好きでいられる。あなたに会えたことにありがとう。私と家族になってくれてありがとう。これからも多分いっぱいありがとう。ここまで駆け足でやってきましたね。これからは二人でゆっくりと人生を散歩しましょうよ。いつまでも手をつないで。今日は一段と綺麗ですね。これからもよろしくお願いします。私は幸せ者なんでしょうね。本来なら俺が幸せにするよって言ったものは逆にこうね、私は幸せをまた今日もいただいて、本当に妻には感謝しております。すっきりしました。やっと、はい、ちゃんと思っておりましたので証明できました。言葉に出さなきゃ伝わらないこともあると思うので、悪いことはいけないでしょうけど、いいことはどしどしマンネリになってはいけないですけど、言った方がいいのかなってちょっと改めて思いました。Thank you.
それはね1年半くらいですね。まあ腰物というか、ね、腰物約2年間足掛け2年の会ですね。やっぱり、いいですよ。入り江とですね、それから山の、から出てくる、雨水とかですね、そういうものが相まってプランクトンを繁殖させているわけですから、非常に地理的な面で恵まれて、これ大手術してるわけなんで、やっぱり気が抜けないですよね、生き物が相手なんでね、自然の。適応したサイズのものを入れるっていうのが大事になりますね。球を取り出したとき、いい球が出たときとかは良かったなと思いますね。逆に死んだり、悪い真珠が出たりしたときはもう、ああと思いますよね。胃に悪いです。胃に悪い。ママと結婚して本当に良かった。幸せでした。そしてこれからもずっと。ありがとう。嬉しいです。おばあさんになってもどうぞよろしくね。ともじらがで長生きできますように。ありがとうなんてとても感謝の気持ちを面と向かっては言えなかったので、泣かないって思ってたんですけど、ダメですね、やっぱりもう涙腺弱いか